こんばんはさあ今日もですねよろしくお願いします、えー、まだ入ってないですかねこんばんは 大丈夫そうですね。よろしくお願いします。さあ、えー、今日の音声は音量はですね、このくらいでいきますので、えー、すいませんけども、えー、皆さんのデバイスの方で調整していただければと思います。音量小さい問題はもうこちらでももう現在では、まあ、いかんともしがたいという感じになってます。えーまあ、こ,んなこのくらいの大きさでね、い、えー、きたいと思いますので、お願いいたします。と さあ今日なんですけども、えー、ネタとしてはですね新しいレンズが来たのでこれですねアルファソニーのアルファ用の、まあ、55mm の F1.8 というやつでこれ ZA ということで、まあ、これツバイスのレンズですね、まあ、ソニーの G とか GM ではなくて、まあ、ZA という、えー、シリーズになります この 55mm を標準、まあ、熱ずっとないないと言っていたのでアルバ7ー,ーを今年の1月にですね、えー、衝動買いというか部活にもフジアカメラに行ってアルバ7-4とかないですよねと当時はですね、まあ、どこも品物で3月まで絶対手に入らないと言われていたのでそれで気軽に声をかけてみたら まあ少々お待ちくださいということで、アルファの7ーがですね、出てきてしまったので、まあ、そうはしょうがないということで、まあ、それ買ってしまって、まあ、レンズはですね、えっと、16-35の GM の2.8を1本と、まあ、72、え、役、ー、の Zoom の F4 を1本買って、まあ、それ今使ってたんですけども、まあ、この、Zoom のね、 ワイド側と望遠側はあるけども、まあ、標準側がないので、まあ、標準ズームを買うかどうか悩んでて、でも2405って嫌いなんですよ。その2405って使いやすいっていことは間違いないんですけども、生理的に好きじゃなくて、そこは標準域のレンズが使いたいなっていうことでもいろいろ考えてたんですね。あの、最初考えてたのが、シグマの 35mm と 65mm を買うっていうのを、これはもう、 この2本買えば十分だなと思ってて、写りはですね、あの、ヘルレンズの方で、パナソニックやシグマにつけて知ってたので、まあこれにしようと思ってたんですけども、フォクトレンダーの 40mm の F2.8 っていうのも、もう魅力的だし、え、アポランターってやつもすごいってみんな言うんで、このシグマッカーフォクトレンダーかで、 マツダプランター化です。ごい悩んでた時に。えー、まあ、純正の方がいいっていう話になって京都グラフィーに行った時に、アルファ1に 50mm の f1.2 を付けたやつを触らせてもらってたんですね。これがねやっぱ最高にいいんですよ。アルファ1とアルファ74を比べてしまうと、値段差がやっぱり3倍2.5倍くらい違うの3倍くらいですね。 アルファ7-4が30万だとすると、アルファ1は90万くらいするので、3倍近い値段がするカメラだけあって、まあ、各部のですね、この触り心地とか、何しろファインダーの見え方がもう全然違うんです。まあ、当然ですよね、3倍違うので、それに50の1.2つけたら、これ最強なんですけども、100万円なんですよ、2つで。これさすがに100万円セットっていうのは、 手に負えないないと思ってて、まあ、それでいろいろ考えてたんですけども、まあ、運よくですねこの55の F1.8 これ知り合いが使ってたんだけども、えー、もう使わなくなったんで使いますかと言ってもらえたので、まあ、安く譲ってもらうことができたので、まあ、これで一件落着ということで、まあ、他のレンズを、えー、じゃなくて、まあ、純正のですねソニーにしてみましたこの50の F1.8 1> 1. 55ですね。55の F1.8 なんですけども。あれどこ行っちゃったちょっとね、段ボールではなくなったんですけどね。これ、55の F1.8 ってね、あれなんですよね。えっとね。 重さが軽いんですよ、281g で、まあ、今の標準レンズとしては軽いんですよ、これ。1.8で、まあ、レンズの値段でいうと、まあ、定価的には10万円ぐらいするんでしょうけども、もうだいぶ値段がこなれてきてて、新品だと8万5千円ぐらい、で中古だと6万円ぐらいで、まあ、手に入るみたいですね。で、50の1.4っていう、まあ、通常のですね、まあ、えー 普通のま50ミリだと値段が結構すごいですよね。16万円以上します。50の1.4だと。それで、まあ、これの倍くらいするんですね。50の1.8の、55の1.8の倍するのが50の1.4。で、50の1.2になると24万円するんですよ。これすごいま値段差がありますよね。 ちなみに50の1.8というのがあって、これだとね、3万円です。50の標準レンズ比に4本、ソニーは用意していて、一番安い方の50の1.8が3万円。で、次に55の1.8、これですね、これが約8万5千円くらい。それで、50の1.4が16万円ぐらい。で、50の1.2が24万円ということなんです。 でもこの50の1.2と50の1.4って触ったんですけどもね 718g あるのでこれのね3倍近い重さになるんですよさすがにね重いです 50mm のレンズなのになんでこんな重いんだっていうくらい重いとということでこの50の1.2はちょっと頭の中によぎってたんですけども50の1.4は 重さ的にはないないと。52.4買うなら1.2だなと思ってたんですけども、えー、まあ運よく55の1.8を譲ってもらえるようになったのでとりあえず一件落着っていうことですさあこれちょっと取ってみたのでどんな感じだかちょっと見てみましょうか、えー、はいこれですね55の1.8の特徴的なところは 中心解像度がめちゃくちゃすごいんだけども周辺が結構暴れるっていう評判ですねまあ、えー、ヨーロッパのレンズツワイスのレンズなんかよくある話でハッセルもそうですけども周辺そんなに良くないんですよねでも真ん中に全振りしてくるとそれで開放じゃなくて一絞り半とか二絞り絞るとものすごいパフォーマンスを発揮するっていうのが 割とヨーロッパ系の特徴じゃないかなという気がしますね。使ってて思ったのが、これレビューにもあったんですけども、ちょっとホワイトバランスが青っぽく出ます。これは個体ではなくて、この55ミリの癖っぽいですね。こんな感じ、ちょっと青みがかかるので、ホワイトバランスを少し直してやった方がいいのかなという感じです。 まあ相変わらず真ん中の、えー、解像度ソニにすごいですね。まあ、こんな感じで、とりあえずはまあ全く問題のないうーんレンズと。ただ1.8にすると周辺が少しガサガサっとする気はします。まあ、これはまだ絞ってない。これ1.8、全部1.8で先ほど撮ってみたんですね。今日届いたばっかりだったので。 真ん中はすごい。まあ、周辺は絞らないとちょっと暴れるっていう印象はあります。これかなり暗いとこなんですけども、えー、アルファの7.4だと良い感じで改造してくれますね。まあ、今、えー、手にしてるのがこれ55もの1.8で、まあ、今後これを使って、まあ、他のものも撮ってみたいと思います。 まあもしねなんか機会があれば1.2とかね他のレンズと取り比べもしてみたいなとまあとりあえずこれで、えー、アルファのレンズ問題は1回クリアと、えー、ワイドズームと 50mm の 1.55mm、えー、の1.8と 7200mm のズームがあればまあとりあえずこれ以上レンズはいらないっていう感じですねもっともですねまあこの ソニーもですね、そんなにそんなには使ってないんですよね。なんか、えー、仕事の、まあ、依頼仕事の時に出てくるくらいで、えー、他の部分だと、まあ、今はですね、ハッセルを使うことも多いし、なかなか 55mm、えー、まあ、ソニーだけ使うっていうケースは、今んところあんまりないんですよね。さあ、それで、この話をしてましたよね。 えー、手持ちの8倍点のカメラということでこれ、えー、究極の映るんですと、えー、シャッタースピードと絞りはですねこのレンズシャッターと呼ばれるこのフジノンの 120mm で、まあ、制御できるんですけどもピントはコントロールできないとしかもファインダーもないと後ろに、えー、フィルムバッグを入れ、えー、フィルムのですね何でしょうねホルダーを入れてしまうと 見えないです何にも、まあ、それで、まあ、大体の検討をつけて撮るっていう、まあ、これで撮って、えー、新宿を撮ってみたんだよって話をしたと思いますけどもそれのプリントが上がりましたはいこれですどうですかねかなりいい感じにプリントできましたこれね使ったインガシがもう多分78年以上経ったイルホードの、まあ、ノーマルのですねバラエティー因賀だったんですけども 多少被ってましたね。えー、白い部分が少しグレーになっていたんですけども、トーン的にはね、全然悪くなかったので、まあ、これと、はい、これと、これね、このコドジっていうこの天井ですね。これはゴールデン街のコドジっていう、まあ、写真関係者がよく集まる場ーで、毎月ですね、写真展が開かれてるんですね。この時はですね、浜チャンネルの浜田さんが、まあ、展示をしていたので、えー、その時に、 行っっててららせてもらったんですこれ天井ですね。だからこれはテーブルの上に置いてノーファインダーで撮ってるわけです。さあこれは今入り口ですね。まあ、階段のところを手持ちでノーファインダーで撮りました。でこれは3つともですねストロボを使ってます。このカメラの上にですねク,ロクリップオンのストロボがつけられるように、えー、シューをくっつけてですね、まあ、その 作った方にお,お断りを入れて、すいませんけど、コールドシューつけらさせてくださいと頼んでですね、でストローブをつけて撮りました。かなり気に入ってて、これね、もうちょっとね、頑張って撮りたくなりましたね。8バイデンのフィルムがですね、まだ残っているので、まあえー、夜にですね、ストローブをつけて、えー、撮るシリーズっていうのを少し考えてみたいなと、えー、思ってます。 さあ今日はえ15分かなんか今あるかなさあこれがねあえーっとねちょっと話が出てましたねえーっとコメントで言うとえー 100万円のレンズすごい。100万円のレンズじゃないですけどね。50mm1.8、十ミリ一点八も描写は良いですよということで、50mm の1.8はね、各社良い,いのありますよね。あの、キヤノンの 50mm1.8 のも非常に有名なレンズだし、AF がにぎや派なのが、ご愛嬌と。ああ、そうか、音するかな。あんまり気にしてなかったね。知事言うんですかね。 えー、大体の検討なら映るんですの劣化。まあ、劣化かないい感じで映りますよ。手持ちの糸売店、ネがからで、えー、どんな感じが、えー、なるのか見てみたいと。うん、それをちょっと考えてますね。少しね、もう少し、あの、えー、ちゃんと使ってみようという気になりましたね。ねどのくらい映るのかなと、えー。結構ね、本当に ファインダー見えないんですよだから、大体どのくらい映るのかなっていうので、もしちゃんとするとすると、上にですね、GoPro つけると、えー、画角が大体同じになるっていうことが分かったので、まあ、GoPro をですね、週につけて、まあ、画角を見るっていう手はあるんですけども、まあんまりそんなこと気にしなくても大丈夫そうな気はします。えー、映るんですの、まあ、なんでしょうね、8倍点版ということで、えー、何に使うんだって言われたら困るんですけども、 使ってて面白いって感じはすると。これ、プリントも綺麗に仕上がるので、8倍点の魅力っていうのはありますね。さあ。あ、そうだそうだ、今日。ネタ一つ思い出した。えー、っとね。あ、出てこなくなったな。まあ、いいや。YPF のアワード。えー、っとね。 以前ですね、薬師丸フ,フェスティバルのアワードがありますというのを、まあ、動画も撮ったんですけども、それのグランプリが、えー、ついに決定したということで、えー、柏田哲夫さんという方がグランプリと。まだですね、まあ、あの作品などはそんなに出てないので、まあ、今後ですね、そういうのがリリースされたら紹介したいと思います。1988年生まれですので、現在34歳ですね。えー、審査員がですね、京都グラフィーの ルシールさんと中西さん、そしてフランスのフェスティバルの代表の方が2人、そして YPF ディレクターでもあるクレオ・シャルリーが審査をして満場一致で決まったということでおめでとうございます。まファイナリストとして5名ほどですね、あの紹介されていましたけども、ぜひ薬師までお会いできればなと思います。11月にですね、まあ、フェスティバルとは言えない。 というくらいの規模でしょうけども、まあ、あのいろんなですね、えー、キュレーターとか作家が集まる場所を作りたいということだったので、えー、11月参加して、えー、参加してみるつもりです、まあ、そこで、まあ、柏田さんに参るといいなと思ってます、まあ、柏田さんはですね、えー、キャノンの新世紀の佳作を2度そしてジャパンアワードなんかを受賞なさっている、えー 若い作作家でですすよねどんなな感じのの品になってんのか、えー、興味津々、えー、YPF のアワードの方はですね、えー、たくさんの人が応募していただいたそうで最初ですねあの京都グラフィーで YPF の,の、えー、募集動画を撮った時は主催者側の知事岩さんと相当心配してたんですけども人が集まるのかということででも蓋を開けてみればですねなんと、えー 百数十名の方が応募されてて、それもかなりクオリティの高いものだったということで、えー、本人もですね、かなりあの主催者側も相当喜んでいました。ありがとうございました。さあ、今日はでえっと、YPF ファイナリストに選ばれました。おお、おめでとうございます。 あもうこれは、えっと、パーマネントバケーションさん。ファイナリストおめでとうございます。ファイナリストをね、もう、ぜひ、ファイナリストとしては、屋久島に行きましょうよ、一緒に。あの、そこで、グランプリに選ばれなくても、ファイナリストだったら、とにかく、その、 5人,えー、5人のです、ね、審査員は、もう目にかけてるわけですね、どうするって話になるわけですから、まあ、そこまで残った人は、チャンスすごいですよ、例えば、うまいこと話がいけば、フランスのフェスティバルに招待してもらうってことも、まあ,あ、り得るだろうし、まあ、いろんなチャンスが広,広がってると思うので、えー、ぜひ、11月会、えー、屋久島は5回行ってるので、詳しいです。えー すごいですね、えー。ちなみに僕6回行ってますってね。その、まあ、回数自慢じゃないんですけども、まあシ島は不思議とちょっと縁があるところで、3年間の、3年間で6回行ってたんですよね。ここ3年はね、ちょっとこれコロナで行けてないんですけども、今年の11月はなんとかね、行ってみたいなと思ってます。えー、ファイナリストになった、えー、パーマネントバーケーションさん、おめでとうございます。さあ、えー、っとね、 今日のもう一つの話がストリートスナップということで、現在ストリートスナップって相当逆風ですよね。一昨年、2019年でしたっけね、その、えーまあ、言ってしまえば富士フィルムの動画ですよ。あの動画の問題で、まあ、ストリートスナップを撮るということに対して、かなり批判的な意見が出るようになってしまったと。まあ、ここで、えー、今、今もですね、ストリップを 撮ってる人にとっては、うん、もう本当にしんどいと思いますそんな中でですね、えー、先日中渕武彦さんのですね写真展に行ってきましたこれはオリンパスのギャラリー、えー、オリンパスじゃないですねごめんなさい OM システムズのギャラリーオリンパスから離れて今オリンパス製品だった、えー、OMD のシリーズは OM システムズが作ってるわけですけども えー、このギャラリーもですね、オリンパスから OM システムズに移行して、そのままショールームとギャラリーが存続してます。えー、その中でこう、オリンパスすごいな、オリンパスじゃないね、OM システムズすごいなと思ったのは、この、えー、渋谷のですね、ストリートスナップの展示をメーカー側がやったということは、かなり意義があるんじゃないかなと。このストリートスナップを撮ってる人たちにとっては、えー 励みになななるんじゃいいかなと思いました、えー、この写真があったんですね。これ渋谷なんですけども、これ見たときに中藤さんに、これはニューヨークのオマージュだねという話をしました。というのもですね、はい、これ僕持っているプリントなんですね、これ。えー、中藤さんがプリントを販売するようになるのが2004年からなんですけども、えー、ほぼ第1号の、えー、プリントの購入者が 僕なんですけどもこれギャラリーにエプスで展示していたとこれ,とこれはい、えー、まあ雪のニューヨークと雪の渋谷ということでこれはねどっちだろうフィルムなのかなデジタルなのかなここ10年の渋谷なので、まあ、デジタルとフィルムが多分混在してるんじゃないかなと思いますこれはねフィルムでしたね、えー、コンタックスの G2 に これは何ミリだったかな ?35 だったか45だったかちょっと忘れも28だったか忘れましたけども、まあ、それでネオパンプレストの1600を使って撮られたものですね、えー、この時の因果詞はフォルテだったと思いますけどもずっと長内さんはね、えー、フィルムを使って撮ってたんですけどもやっぱり20002010年ぐらいかなその頃に ライカモノクロームが出た時にですね、彼は一夜早くそれを手に入れて、まあ、それからですね、オリンパスのカメラとか、えー、ライカのモノクロームを使いながら、まあ、作品をずっとデジタルでも続けてるということなんです。それでね、今、長谷さんの写真展を見ていて、この渋谷のシリーズは、えー、写真集がなかったんですけども、何か新しい写真集ありますかって聞いたところ、えー、っとね、 一番新しいのはこれだということで、これをちょっと買ってきたんですね。これ、香港です。香港の民主化を求めてのデモがあったわけですけども、この時に香港、あ、ちょっと待ってくださいね。 あこの時の香港はですね、中国の、えー、からのですね、まあ、選挙の問題ですよね、選挙問題で、まあ、民衆というか若者がですね、まあ、自由化を求めて、まあ、香港、香港の自治権ですよね、あの中国は、まあ、香港を、えー、一部になるわけですけども、香港は香港で自治権を持つという。 ことになっていたんですけども徐々に中国の力が入ってくるということで、まあ、香港のですね、まあ、デモを撮影したものになるとこれはデジタルの、えー、オリンパスなのかなライカなのかちょっとわからないんですけども、まあ、おそらくデジタルだと思います中口さんのまあ特徴的なこの粒子のザラつきのある、えー、ものになってますね、まあ、これも 中国の中ではなかなか撮影しづらい、まあ、撮影をすることによって、まあ、捕まえてしまうということも十分、えー、香港の人たちにとってはあるという危険な状態だったわけですね、まあ、報道の自由もだいぶ制限されてしまう中で、まあ、外国人という立場で撮影するということですねまあ、えー、中村さんはずっと、まあ、学生の頃にですね学生だったかな、えー、初期の頃に香港には 香港行って撮影をしてるわけなんですけども、まあ、その時はですねその香港の何でしょうねあのサイバーパンクと、えー、彼を呼んでましたけども、えー、新旧入り乱れた新しいその何でしょう映画のようなこの、えー、それこそ何でしたっけね映画の、えー、あれ電気羊は、えー、夢を見るか忘れちゃったね。 <laughs> あの映画みたいなやつですねそれのまあ、えー、ような形をとってたんですけどもこの時はデモーですよねこれを見ると、まあ、クーデルカのプラハの春を思い出してしまうんですけども、まあ、こうやって何かの形で残していくと。ということを考えて、まあ、こういう本を作ってるわけですよね。 誰かが何からかの形でこういったものを残すべきであろうということで、まあ彼の場合は、この、香港のデモを取ってたわけなんですさあ、これがね、あ、ブレードランダーです。<laughs> ありがとうございます。あの、何でしたっけあの、 小説が電気羊はなんとか,の夢,かの夢を見るかっていう。あ、電気羊はアンドロイドの夢を見るかっていう。そっちのも先に読んで、読んでたので、なんかそ、フレードランナーでもそっちのタイトルが出てきてしまうんですけども。えー、っと、でで、ね、デジタルペン F とおっしゃってましたと。あーなるほど。これはオリンパスで撮られたやつなんですね。雨傘運動ですね。最初は雨傘運動と呼ばれていて、今は別の呼び方になってますよね。えー 最初はですね、まあ傘を広げて、まあ、なんでしょう、自分のアイデンティティを隠すための、えーまあ、防御策としての雨傘だったんでしょうけども、まあそういったことを、まあ2019年もずっと行ってたんですけども、まあ、コロナで、まあ本当に中断せざるを得ないと、えー、そのデモをですね、中断せざるを得ないという形になったわけなんですよね。これ、やっぱりストリートスナップっていうのは一つは、 その記録的な意味合いというか街を取っておく誰かがその時代の街を取っていくっていう意味合いもずっと長い間あってそのね最初の時代ってねこの人なんですよちょっと今タイトルにも載っけた桑原絹雄っていうとえ中内さんを語るときには森山大道という存在は 外せないわけですね、えー中,えー、中西さんはですね確か早稲田大学に、えー、行っていたんだけども森山大道の教えを受けたくて辞めて、えー、そして写真の専門学校当時あの森山大道が教えていた東京ビジュアルアーツあどっちの東京写真専門学校なのかなに入学してしまうわけなんですけども、えー、中西さんの場合はそのざらつきのある 写真なので森山大統をよく引き合いに出されるんですけどもこっち、えー、桑原絹代っていう部分も大きいと思うんですよねちょっとこの桑原絹代を見てみましょうかこれね1930年代の東京ですこう面白いのはですねこれを撮った 桑原キネオという存在なんですが当時はアマチュアなんですよでそのアマチュアだった、えー、桑原キネオが、まあ、体を壊したことでまあこの兵役みたいなの抜けなかったのかなそれでベスト版コダックあのベスト版っていうのがですねこれなんですけども折りたたみ式のちっちゃいカメラで薄いんですよでこれに 1あの一軍2枚のレンズがついているものでベストってあのいわゆる直キですよ直キって言わないのあの小さなですな、ねまあえー、スーツの中に着るベストのな、えー、ポケットにすら収まる小さなカメラということでベスト版コダックって呼ばれてたんですでこのベスト版コダックのについてるレンズっていうのが、まあ、まあ大して、えー、良いレンズじゃなくて 1>, まあ1軍2枚の急面中差のひどいレンズだったので、えー、絞り代わりに、まあ、フードをつけてない、絞りが、えー、ごめんなさい、フードが絞り代わりになるようなものをつけてる、つけて撮るんですけども、そうじゃなくて、それを外してしまうと、えー、絞りが11のところが6.8になって、明るくなって、シャッタースピードも稼げて、しかもですね、救命差のによって、ふわっとした映りが出るっていうので、人気が出た。 まあ、ベスタンコダックの、えー、で、有名なこのベスト版を使って、えー、初期はですね、撮影されてたそうなんですね。これはですね、なんかでも、当時の絵画帳のような写りではなくて、しっかりした写りなので、これはね、おそらくライカで撮られた時代のものだと思います。最初、ライカのカメラを、ライカのいくつだったかななんかね、さっき見てたら出てたんですけど、うん ライカのですね、3C、ライカ C 型か。ライカの C 型を200円で買うんですけども、その後ですね、ライカの3をスマールの 50mmF2 付きで買うんです。500円なんですけども。この時買ったのが、500円って書いてあったかなで、この時代の戦前のこのライカ。 特にライカスニスリーズマール付きのものを買ったりするとですね、家一軒買えたって言われます。ライカ時代家一軒と呼ばれる時代が当時あったんですよね。それはあ日本がですね、まあ、えー、他の国との連絡、まあ、そのんでしょうね、友好条約がなくなって孤立している時代に暗いものが入ってきづらい時代。 だから本当はですね、そんな値段しないんですよ。100万円ぐらいですね。で、買えるものだったんですけども、まあ、いろんな人の手を渡りながら来ると、値段がどんどん上乗せされて、まあ、一時的には来イカ一台が家一軒買える値段までになったと。まあ、それが戦前の話ですよっていう、えー、ことはよく聞きますね。さあ、これ、東京なんですけども、めちゃくちゃ面白いんですよ、これ。えー、まあ、当時の1930年代の、 日本東京っていうのは想像がつかないんですけどもこれまだまだ戦前とはいえ、まあまあ、その戦争に入る直前とはいえのんびりした雰囲気ってやっぱ伝わってきますねでも時代的に言うと銀行が封鎖されたり、まあ、ひどい時代があったわけですよね世界大恐慌が日本にも来て銀行の取り付け騒ぎなんかがあるのが30年と。 まあそこから40年にかけては、えー、世界各国でまあ強行と呼ばれるものになると日本もまあ各国から ABCD 包囲網とか言われてまあハブにされながら、うん、なんか活路を乱さなきゃいけないという時代なわけですよ、まあ、でも市民としてはあまあその日その日の生活をまあ楽しむところもあったんでしょうねここにはですね後でちょっと出てきますけども、まあ、2.26事件の皇居 場面なんんかも出てくるんですこうやってね撮られていないと特に当時というのは、えー、記録性というのは非常に重要性が高いとでこの記録をしていたのがアアマチュアっていうところがミソなんですねまだねこの時代にこういうものを撮って何かメディアが扱うってことはないんですね当たり前の風景ですから。 メディアと写真が結びつくようになってくるのは1930年なのでまあこの時代なんですけどもでも時はもう軍国主義の時代なので、えー、国技発揚的なものが雑誌にたくさん載ってたような時代ですね、えー、次回はあの次のですね時はあの戦前戦中戦後の朝日カメラをお借りすることができたので まあその話もちょっとしてみたいと思うんですけども、まあ、こういったものがライカで撮られていた。でライカで撮られていたこの時代フィルム相当高いと思いますよ。まあ今の話じゃないはずなんですかこれ2.26事件ですね。よく2.26事件の話になると、えー、出てくる参照されるのがこの写真ですね。戒厳令が引かれた皇居前と人いますけどね。 まあこういった浅草であったり、まあ、いろんなとこがですね下町を中心に写されているのがこの桑原桐生という、えー、アマチュア写真家だったわけです。で戦後になると、えー、彼はですねアルスというカメラ雑誌の編集長になって、まあ、木村比叡とか土門剣を、えー、招きながらですねリアリズム宣言というものの、まあ、中心となる雑誌を 作ります、まあ、写真は、えー、リアリズムだとだから演出をしてはいけないと、まあ、スナップが写真の基本であるとこれがねずっと長い間、えー、日本の写真っていうものを作ってきたわけですねそれが戦後のアルスという雑誌における、まあ、木村ウドモ土門ンの、えー、リアリズム宣言リアリズム運動の、えー、流れになるわけですね。 基本的にストリートスナップの原型を作ったのはこの時代1930年代、まあ、代表的な作家としてこの桑原絹代が挙げられるっていうことなんです。そしてですねこの同時代1935年くらいこれ30年から40年にかけての、まあえー、戦前の東京なわけですけども他の地方どうなってたかということで。 これを撮っていたのが、木村伊兵衛なんですよ。これ、沖縄ですよ。この沖縄を残していた。だ今ではもう相当貴重ですよね。だこういった市場の様子とかっていうのを、当時、沖縄で記録する人はいなかったわけなので、まあえー、木村伊兵衛は当時はもうプロの写真家ですけども、まあ、木村伊兵衛がですね、沖縄に行って、これを撮影したことで、 まあ当時の記録が残っているということになるんです。さあ、アマはサイド涙スプレーの対策でもありましたと。なるほどね、えー。ストリートってまあ報道に近いポジションなのですねということで、これはね、それまあ報,道と報道と結びつくこともあるし、 記録と結びつくまあだからストリートの人は、えー、ストリートスナップを取っているという人は、えー、基本的には何もその何、えー、でしょうねこちらからの要求をしないでそのものを取るという行為をしてますね。桑原さんは、えー、確か七屋の後継さんで、えー、病気、えー、療養中結核にライカを買ってもらったとか。 なんか父親に買ってもらったらしいですね。コロナも儲,、えー、儲かったんですね。えー、今はコロナ禍で皆さんマスクをつけているんで、ある意味ストリートスナップは取りやすいですと。まあ、でも嫌がりますよね、今はね、あのー。カメラを向けられることに対して、例えば今、えー、お見せしたものであるとか、この木村伊兵のね、この。 シリーズなんかは誰もですね気にしてないんですよねカメラという存在をもこっち見てますけどもそれがあまりネガティブなものではないんですけどもそのネガティブな要素がやっぱり出てきたのは携帯が普及してからということになりますね、えー、ベスタンといえば上田昌司のベスタン写真「えー、白い風が」が明日から30、えー、明日30日から富士フィルム えー、スクエアで始まりますねということでこれカラーですよねあの白い風というシリーズは結構晩年になってからの、えー、シリーズだったんじゃないかなと思いますけどもレンズを、えー、他のカメラにつけてカラーのポジフィルムで撮ったシリーズだったような気はしますどうでしたかね、えー、知っていたらちょっと教えてください このストリートスナップっていうことを考える時に、まあ、これ是か非かっていうのはね本当に難しい話であの撮影をする行為自体において公的な場所ねそのストリートにおいて撮影するっていう行為自体は別に違法でもないと別にそれ,をそれが違法だとすると、まあ、監視カメラの問題も出てくるし、まあ、監視カメラの社会の中で出てくる時に撮られないっていうことを まあよく拒否できないといいとう言い方をしますね。まあ、でもまあ監視カメラは公的な公共性がある、まあ、これはえものだから OK っていうものであればえまあストリートスナップもそれがまあ将来的にわたって必要なものとしてあるんだという言い方もできるけどももう本当に今難しくなってんのがその作為を持ってまあ撮らないという行為をもしするんであれば。 監視カメラででいいいいんんじゃないかっていう話も出てくるんですよまよ、あ、ストリートスナップっていう行為がもう一度なんか今問い直されてる気はしますね。えー、売店で三脚据えてストリートスナップ、えー、しても、えー、通行人は嫌がらないのは、えー、盗撮を意識しないからですかねということでカメラが大きくなればなるほどカメラという認識はなくなる。 カメラが小さくなればなるほどカメラという認識が出てくるなのでストリートスナップを今でも撮り続けてる人多いんですけどもその人たちに聞くとみんなね結構ちゃんと大きなカメラ言い方もええんですけども高いカメラ使ってる人多いですライカを使う人すごい多いですね、まあ、ちゃんと自分は写真を撮ってるっていうことをきちんとアピールしながら撮っていくことが大事で えー、コンパクトカメラで盗み撮りをするような行為が一番問題が多いという言い方をしてましただからまあちゃんと、まあ、ブルース・ギルデンもそうですけどもカメラを目の前に出してこうやって私は撮りますよっていう風に撮るということですね富士、まあ、フ,フィルムの中でまあ問題になったのは顔面に素早くカメラを差し出して撮ってそれをこうでしょうね通りすがりにそういうことをやった行為がまあ何でしょう えー、められたというのもありますね大阪府警がメールで、えー、お届けする治安情報、えー、というのがあり、えー、を見ているとかなりの、えー、確率で、えー、見知らぬ男が、えー、児童を撮影して逃げ去った、えー、みたいのが多くて、えー、それだけで犯罪扱いですからまあ、今の大阪でスナップをやろうとは思いませんと。これ 実は僕も経験があるんですよ。えー、ちょっといろんなところで行ってたりするんですけども、米沢、田んぼの中、ある、えー、まあ僕の友達の家に泊まってて、朝方田んぼを撮ろうと思って、えー、6 × 9センチのまあ大きなフィルムカメラで、えー、撮ってたんですね、朝の田んぼで、あ、え、ぜ、ー、を挟んで向こう側に集団登校する小学生がいたので、それを3枚撮ったんですね。で、それを撮って、 まあそれで彼らがこうえ学校に向かう僕もこう同じ方向に行ってまッの家の方に彼のえ友達の家の方に行ったんですけどもその後ね僕は東京に帰ってしまったんですけども通報されたと通報されて警察がその彼のうちに来てこういう事件があった事件というかこういうことが通報されたんですけども心当たりはありませんかって聞かれていやそれはということで説明してくれたらしいんですけども。 えー、これはですね10年ぐらいの前の山形県の米沢市の話です見知らぬおじさんが写真を撮ってつ、えー、けてきたっていうことだったらしいんですねだからあもうかなりの問題が今そこには潜んでいるんだなっていうのは分かりましただから何でしょうねそれまでのようなうかにですねこ写真を撮れる時代ではないんだなっていう気になって まあそれが2012年ぐらいだったかなあまあその時にまあ強く感じましたね、まあ、それ以降ちょっとさすがに自分も子供を取るっていう行為はやめにしました、えー、これはちょっとねトラブルの元になるとで、まあ、取ってもいいんですよ取ってもいいし例えば警察にも引っ張られてもいいとでそれで自分の表現の自由とか、えー ということを主張するんであれば別にいいんですけどもそれをややるかからなないいっていうことなんですよね、えー、逃げてなくても通報、えー、逃げてなくても通報されて出頭しないと逃げ去った扱いにされてしまう不条理とまあそういうことになるんですかねでまあそこできちんと自分の主張をするっていうことは大事なんですよね。 なぜこれを撮る必要性があるのか、なぜ私は写真を撮っているのかということを言えれば、まあ、それは問題はないはずなんです。迷惑防止条例というものはありますけども、それがです、ね、非常に地区が限定されているので、大半はその問題はないはずなんですね。40年前に池永恵太のドラマで、新人カメラマンがですね、ハンペラカさんが、街であるカップルストリート スナップして、その写真を、えー、瞬間詞に採用に,なってと採用になって撮ったら、そのカップルはお互いに、えー、不倫同士で、えー、女性側が後で、えー、新聞社に、えー、損害賠償を、えー、請求したというような展開がありました。これはまあ、あの新聞社は、えー、これね、新聞社はこれは えと問題になりません新聞社が、えー、公的なところで撮ったものを、えー、使う分にはこれは、えー、OK ということになってます。ななのでで、まあ、損害賠償が請求されることはないんですね例えばこれだとよくあるのが、えー、っと定点カメラがありますよねあの渋谷とかのそれで写ってたっていうことでクレームをつける人が多いらしいんですけどもそれも、えー、問題にはなりません。 学校近くの畑で、うん、熊よけの、えー、ロケット花火をしただけで、えー、通報されそうなので、行きにくいですね。ということで、うん、まあ、この現在において、なぜそれを写真を撮らなきゃいけないのかということを、きちんと言える人が写真家なんだと思います。ストリートスナップを、ストリート、私はストリートスナップのフォトグラファーです、写真家ですと名乗っているんであれば、 なぜそれをストリートスを取らなきゃいけないのか取るのか、えー、なぜそれを残さなきゃいけないのかということを、えー、きちんと明言化できる人じゃないと、えー、できないと思いますね。まあ、その今までの経験も含めて活動歴も含めて私はこういう活動歴がありこういう発表をしていてこういうことでこの作品を世の中に残さなきゃいけないと思ってるので取ってますっていうことをきちんと言えない限りは。 まあその趣味や何でしょうねその自分のためだけにとってえ主張しても多分通じない世の中にはなってますよね。あ捕まったらそれを正当な主張すべきだと思いますストリートスナップを取るんであればということですね。もしそれが嫌ならばまあそういう行為はしない方がまあ現在においては何でしょうねあの問題が起こさずに済むっていうことなんじゃないかなという。 気はしますね、まあ、写真の表現の、えー、何度もね枠という話をしますけども枠は確実に狭まっているところはあります。でもそれがどうしても撮らなきゃいけないっていうんだっていうことを言えればいいんですよ。で大概言えないから、えー、そういう問題が起きるんじゃないかなと思いますね。さあ今はねえー、っとね、えー、最後にねある写真家。えー 元売れっ子写真家から連絡が来ました元売れっ子写真家というと、うん、この方ですよね。はい。びっくりしましたね。鈴木新さんから連絡が来て、まあ、事務所から来て会いたいということで、うん、鈴木新さんに会ってきたんですね。で、これはまあ鈴木新さんも YouTube をやられているので、えー、YouTube でちょっとお話がしたいということで対談をすることに なりました来年のですねえー、っと、えー、来年じゃな来週の7月7日だから木曜日かな水曜日に 2B ーーチャンネルですけどもまあ木曜日に、えー、ライブでお互いのチャンネルを使って、まあ、ライブ配信してはどうかと、まあ、そこで対談という形式を今考えてますで鈴木さんはねまあ何でしょうねそれこそ、えー 売れっ子写真家なわけですよ、まあ、現在においても売れっ子写真家には変わりないんですけどもっと、ねまあ、これを見ればあれごめんなさいこれを見れば、まあ、いかに売れっ子元売れっ子っていう言い方をしてますけど、まあ、ずっと30代にこういったコマーシャルの撮影を,この撮影をしていたわけですね。 でこの中で、まあ、のノウハウを、まあ、この一冊で語ってるわけですけどもすごくいい、まあ、いわゆるカメラマンとしては本当にあのいい仕事恵まれた仕事をたくさん、えー、なさってるわけですけども、まあ、これの撮影の方法論であるとかライティングの、えー、仕組みなんかを解説した本で、まあ、仕事が出てるんですけども現在は皆さん YouTube で知ってる方も多いと思いますけども まあ鈴木写真館というのも開いていると。えーまあ、その鈴木写真館のメソッドを今度、えー、ワークショップによって広げているっていう活動をしてるわけですよね。そして、あれどこ行ったあれどこ行ったっけあ、これだ。まあ、こういったもう元売れっ子写真家、つまりこういう活動、コマーシャルの活動から一旦、えー 身を引いて今写真館を含めた別の形で写真家に、まあ、写真に関われないかということを考えているのが鈴木さんなんですけどもいやこれねちょっと不思議なのが僕はこういう仕事がしたかったんですよカメラマンとして、まあ、30代に、えーまあ、広告の仕事とかグラビアの仕事もしてたわけですけどもこんなすごい、まあ、仕事まで行かなくても、まあ、似たような 仕事をしてたわけですね、まあ、ポスターであったり、えー、雑誌の表紙だったりグラビアであったりという、まあ、そういう仕事をずっとしてたわけなんですが、まあ、こんなすごくはないですけどね、まあ、同じような業態だったんです。でも僕は本当言うとそういう仕事をずっと続けたかったんですけども、まあ、いろいろな、えー、目の事情とかあってだんだんとそういうところ離れざるをえー、離れざるを得なかったんですが自ら離れてしまう。 でこれ、すごい不思議だったんですけど、ちょっと分かったのが、鈴木さんとちょっとお話をしてて、これ2008年に出た写真集なんですけども、これ、卒業制作らしいんです。で、これを、鈴木さんのところで、えー、スタジオで見せてもらって、最初、これを見て、あれっていうことになったんですよ。あのね、これ。 サナ雅之なんですよ。サナイ・がいて、そして、まあ、いろんな日本の写真家のオマージュが、ここの中に、これなんかもそうですけども、あの、おっとね、あれ名前出てくるくない。まあ、日本のニュート・プログラブリウィックスとか、瀬戸正人のピクニックであるとか、吉永正之であるとか、もう、日本人の、 写真の典型みたいのが、ここの中にてんこ盛りにしてあるんですよ。かと思うと、あるところから、今度はね、アメリカの写真になるんですよ。アメリカの、いわゆるオンザロード系のもののイメージのものであるとか、これはなんかソスですよね、なんかね、ソスであるとか、えー、そういった ものがですねこれもねイメージあるんだよなちょっと名前忘れちゃったけどこういったねたくさんのそれまでの写真家がやってきたスタイルを自分のものにして再編集してるんですよつまりそのこれそして最後のヨーロッパになってくるとシュトリートであったりこれ多分デマンドを意識してると思うんですけども そういったヨーロッパ系、ドイツ系の写真がこの中に含まれていたりするんですね。だこういったものを全部ひっくるめて学生時代にやってたんです。東京工芸大だったということなんですけども、4年間でそういうことを全て知ってしまったと。それで、えー 学校で、えー、高梨豊かっていう、まあ、それこそプロボーグに参加していった、まあ、僕らの世代的に2つくらい上ですけども、まあ、伝説的な写真家そしてそこから、まあ、いろんな方をおつわり畠山直也にも、えーしまあ、その教,え教えを請い、えー、その後は杉本博と出会い蜷川美香と出会いとそういうこところで、ね、本当のアートの何、えー、でしょうね 一流どころと交流があって、まあ、そこからいろんなことを学ぶうちに、まあ、自分はこっちの方じゃない方向に行こうということで広告にまあアマナというねまあ皆さん知ってると思いますけど今を出している広告撮影会社のアマナに行って、まあ、そこからフリーランスになって、まあ、たくさんのですね広告の仕事をしていたけどそれをやめまあ一旦それを、ね 本本業ででで、まあ、を別のととととこここに移そうううってていい今活動してるということなんですね、えー、選挙ポスターかなっていうのがありますけども今ちょうどあの出てますけども選挙の時代、えー、時期になると、えー、鈴木さんのチャンネルでは選挙ポスターから見るポートレートのあり方っていうのをずっとやってんですねこれはめちゃくちゃ面白いです、えー、これは以前、えー、も紹介しましたけどもこの選挙ポスター のこの話はですね、えー、シリーズになってるのでもしここで写真を志している若い人プロカメラマンになりたい人はこれは絶対見た方がいいですライティングの基本であるとか構成であるとか色の配置とかそういうことが全部語られています、うん、ちゃんと口開いてますねっていうのが、えー、これ ですね、えー、っとね彼の、えー、写真の特徴は笑顔の特徴は口を開いてるで普通じゃんと思うでしょあのね普通広告とか雑誌の仕事をしてて口が開いてる写真ってのはないんです実は教師でも笑ってるんだけど笑ってるのはこっから上だけ口元はあの口角を上げるんですけども 目も下に下がらないように目は笑わずにここの筋肉だけ上げここだけ上げて笑っているように見せてるだけです。で口は開くと歯茎が見えるので、えー、歯茎は NG なんです。ずっとそういうふうにしてあの僕は仕事をしてきたのでよくわかるんですけども歯が見えたり特にこの歯茎が見える写真っていうのはとっても無駄なんです。 笑ってる笑顔を撮っても使われることないんですね。えー、それはもう暗黙の了解みたいなものがあってディレクターも選ばないしタレント側も歯茎は見せません。なので撮ってる自分もその中の約束ごとで撮ってないんです。 まあなんか今枝、えー、コメントも出てますけども、まあとにかく、えー、ちょっと鈴木さんのと一緒に一回対談をしてみようと。まああの写真、まあ、YouTube をやってるっていうところで、まあなかなか少ないんですよね。写真をやってる人で YouTube やってる人はまだまだ、えー、数が少ない。そしてまあその写真、まあ機材用以外で 何かを語る人もまだまだ少ないので、まあ、その中で、まあ、せっかく声をかけていただいたので、えー、その、えー、どういう話ができるのか、ちょっと行ってみたいと思います。まあ、あの、YouTube がなければ多分、えー、すれ違うこともなかったろうと思うんですけども、まあ、声をかけてもらったら、まあ、それは、えー、フリーランスですんで、フリーランスは、 やりませんかって言われたことに対しては、基本的にイエスということ。で、僕は生きてきたので、えー、まずとりあえずイエスと言って、一、まあ、回やってみるっていう形ですね。まあ、どんな形になるかわからないんですけども、まあ、写真の話ができたらいいなと思っています。と,、えーまあ、ということで来週ですね、7月7日の予定になってます。ということで、えー、今日も。 一時間お付き合いいただきましてありがとうございました。えー、来週水曜日もしかしたら、えー、ライブをお休みしてその木曜日のライブに当てるかもしれません。ということで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた。